ことぶきはじめです。前回テールの部分とかこの辺の、パンツァーユニットを作ってきたんですけど、今日は、ちょっと説明書と順番が違うんですけど、脚部のアーマーを作っていこうかなと思ってます。で、脚部のアーマーは完成写真を見る限りは薄いグリーンのパーツなので、ちょっと迷彩塗装して脚部を仕上げたいなと思ってます。それでは始めていきます。ミサイルポットが4つあるんですけど、結構なパーツの量になってます。ちょっと今切り出しただけなんですけど、ちょっとゲートをきれいにしてちょっと組み立てたいと思います。これがそうなんですけど、この一コマでかける4とかってなってて、こんだけのパーツ数使うことになります。こういうのがちょっとことぶき屋っぽいっちゃことぶき屋っぽいですよね。じゃあちょっと続きやります。はい、ゲートナイフで、ゲート切り落とすところまでしたんです。ペーパーかけていきます。今やってて気がついたんですけど、やっぱりランナーのまま墨入れすると入ってないところがあったりとか、拭き取れてないところがあったりとかしちゃってましたね。これちょっともう一回墨入れやり直して、それから組み立てたいと思います。パーツ揃ったので組み立てていきたいと思います。組み立てるとこんな感じになります。こんな感じですね。で、開くと中にミサイルが入ってます。で、この裏もちょっと車のボンネットの裏みたいに補強のリブが入っているようなモールドがついてます。僕もちょっと墨入れしてみました。で、この薄い
グリーンのところは迷彩塗装しますんで、で一回このまま塗ってしまうとあちゃこちゃ飛び散りそうなんで、一回外してですね、この状態で迷彩塗装してもう一回組み立てたいと思います。はい、じゃあ塗装していきます。まずねダークグリーンから。はい、迷彩塗装1色目終わりました。ダークグリーンですね、希釈しないで、筆でそのままビヨーンと描き殴った感じです。こんな感じです。で、この後、ダークブラウンとフラットブラックを重ねて、で、ウォッシングしてトップコートで完成させてます。こんな感じです。どうでしょう。じゃあちょっと乾燥させます。迷彩塗装が乾いてきたので組み立てに入りたいと思います。パーツが乾いてきたので、ウェザリングマスターでエッジ出ししていきたいと思います。ちょっと